楽天本人の申し出により横尾二軍打撃コーチが退団。楽天は20日、本人の申し出により横尾俊健二軍打撃コーチが退団すると発表した。横尾コーチは昨季限りで現役を引退し、今季から二軍打撃コーチを務めていた。楽天は今オフ、本人の申し出によるコーチの退団は4人目となった。横尾コーチ退団。もう銀次打撃コーチで良いは横尾よりは100倍マシだろ。横尾退団確定か。大学時代動作解析に取り組んだり有能とか持ち上げられてたのにハムだけ超得したトレードになったな。今岡田川島的場は無能だから切られた。横尾は有能だから引き抜かれた。日本ハムは今季ファームにバッテリーコーチが不在だった。古川新道ら期待の若手星もおり、経験豊富な的場コーチに白羽の矢が立った。オーナー石井田中間辰巳と爆弾抱えすぎでしょこの球団。今の楽天とか逃げる先のめどがあれば逃げるのが勝ちだよな。まあ行く先があるなら抜けるやろ。ブラックから有能は出ていくけど行く当てがない人間は残るようなもんだと思う。監督であの年号ならコーチはそれ以上に低いやろからな。ご視聴ありがとうございました。